練馬区議会議員の佐藤力です。練馬の力を伸ばすために全力で頑張ってまいります。さて、今回のテーマは家事支援用品の購入支援についてです。先日の一般質問において要望し実現した本事業についてお話ししていきます。ぜひ最後までご覧いただき、コメントやグッド評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。さて、現在東京都が保育サービスを利用していない1歳または2歳の在宅子育て家庭を対象に、今年度限定で食洗機やロボット掃除機など家事支援用品の購入支援を実施する自治体に対して補助事業を行っています。本事業は年度当初から始まっており、私のところにも早期実施を要望する声が多数ありました。そのため何度も担当に実施するよう伝え、また先日の練馬区議会の一般質問の場においても改めて実施を要望いたしました。ようやく今回の定例会で補正予算を組み実施することになりました。対象は東京都の補助対象と同じく令和4年度において1歳または2歳、平成31年4月2日から令和4年4月1日生まれで、新整備時点で保育サービスを利用していない子どもを在宅で育てる家庭となっています。想定対象人数は8500名で、同年代の子どもたちの約半数となっています。支援内容としては、専用ウェブサイトで使えるポイントが対象時1人当たり5万円分もらえます。5万円以上の商品については追加でお金を支払うことで購入できるように今要望しています。今後のスケジュールとしては、12月下旬から対象になると思われる方へ案内を送付し、申請受付がスタートします。申請締め切りは来年2月末の予定となっていますので、案内が届きましたらすぐに申請していただければと思います。また詳細が決まりましたらお知らせいたします。今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。